岩手県庁は広域自治体である岩手県の行政機関である。知事をトップとして知事部局内に8部2局を有する。岩手県は北海道に次いで広大な都道府県で県道を多くの山脈や渓谷が走る地形のため県南地域に県南広域振興局、盛岡地域に盛岡広域振興局、沿岸地域に沿岸広域振興局、 県北地域に県北広域振興局を県庁のいわば総合支局として開設している。県南広域振興局長は事務方のトップである企画理事を兼務する。知事部局のほか地方公営企業として岩手県企業局と医療局を併設。また岩手県議会の事務を担当する議会事務局及び各行政委員会事務局などにより組織されている。 1990年代の工藤岩を増田弘也両知事の時代にバブル景気崩壊後の政府の大規模経済対策にこうして大きく公共事業を拡大させた。特に増田弘也知事時代は全国的な公共事業拡大の流れに乗って公共投資が大きく拡大し1997年度にはピークを迎えた。次は退任後の取材に 国の財政的限界で、いずれ公共事業に予算が回らなくなるのは分かっていた。だから、東北新幹線や花巻空港、釜石自動車道などは、先にやってしまおうと思ったと答えている。現実に2001年、小泉政権の発足で、公共事業の大幅な縮減が図られ、岩手県予算でも2002年度以降、公共投資予算は、 年率10%以上のスピードで急速に縮減されていく。財政再建のための歳出削減策として、県は約5000人いた、県職員を4700人規模にまで順減させた、ほか公共事業間経費をピーク時の半分まで縮減させた。この結果2006年度予算で、岩手県は基礎的財政収支を黒字に転換することに成功した。 2006年度末現在、地方債の残高はおよそ1兆4千億円で、県民一人あたりに換算すると104万円程度となる。ただし、この額面の中には、臨時財政対策債など、償還経費を国が全額負担する制度となっている。地方債も含まれているため、直ちに県単独の負担と言えるものではない。類似団体の平均値は、 一人当たり89万7千円余りとなることから相対的に高い数値となっている。地域圏の設定職員数職員数は4700人。県民10万人当たり1490人の県職員が雇用されている計算。財政力が類似する十県の平均値は10万人当たり1530人程度であり、相対的に見ると六番目に少ない職員数で、 あるということになる。国家公務員の給与を100とした場合、岩手県職員の給与の額は100.7となる。2008年度から県職員報給の特例見学を実施している。知事部局と各行政委員会について記載。岩手県の地方議会は、別公岩手県議会、岩手県が設置する警察本部については、岩手県警察をそれぞれ参照。以下。 組織については、表示をクリックすると一覧表示される。県の直属ではないものの、県が出資者として出資し、取締役も兼務する、企業県が出資している企業。ありがとうございます。